アルバムジャパニーズオーダーツアー初日、地元福岡ではなくここ渋谷をスタート地点に選んだ。その異様なテンションと緊張感が収まることはなかった。 Hey everybody 楽しんでますか？おい、俺たちは何のためにライブをする？家族のため、目の前のお客さんのため、携わってくれた人の笑顔を見たいからでしょ。ただその中でさ、ステージに上がった時、味方誰がいるか、5人しかいない。血は繋がってないけど俺たち5人は兄弟なんで、兄弟の笑顔を見に行こう。はっ、よしよっしゃ、楽しみますか。はい、あいつも素晴らしい、楽しみだ。ディスプレイで85枚、リスペクト。ごめん渋谷、すげえ待たせた。福岡の彼女にとディスプレイでしょうか。凌介はある思いを胸にステージに立っていた。始めましょうか。魂を込めたライブが始まった。最後の曲が近づき、その思いが溢れ出した。前日に僕母ちゃんからメールもらって、まさか渋谷でワンマンライブとかいろんな人様に見てもらえる存在になるとは思ってなかったと言ってくれて、母ちゃんがメンバーが俺に優しくしてくれたように、そういう優しさをみんなにあげれる、みんな安心させてあげれる、そんなもんになりてえなっていう目標が自分の中で生まれました。苦しい時は苦しいって言えばいい、辛い時は辛いって言えばいい、そんなもん全てを受け止めれるようなバンドに俺ら必ずなっていきますんで、また渋谷の皆さん、よかったら顔合わせてやってください。よろしくお願いします。ラスト、ラスト、お前らに捧ぐ歌を歌って帰ってもいいっすか。ドラムの武藤が操作するパソコンがトラブル、同期の音が出なく曲が始められない。その時だった。俺らがライブできるようになるまで、その声で俺らに元気をくれ。行こう。OK サインが出た。 OK、 お待たせしました。
ツアー初日、会場に愛と涙と笑顔があふれた。未来競馬局フューチャースタンダード